お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。今回ご紹介させていただくのはベゼル、新型の Z になっております。いつも新車館チャンネルをご覧いただきありがとうございます。つくば中央店佐々木です。弊社では新型コロナウイルス感染症のガイドラインに沿った営業をしております。お客様同士の接触をできるだけ減らすためにご来店前のご予約をお願いしております。ご協力お願いいたします。またご来店の難しいお客様ですね、ウェブ商談システム導入しておりますので、こちらも合わせてご活用ください。はい、ではこちらですね、今回ご紹介させていただくのはベゼルの新型の Z になっております。でこちら新色ですかね、プレミアムサンライトホワイトパールっていうお色になっておりますね。前のベゼルとガラッと印象が変わったように思いますね。ここら辺は全部同色になっているんですね。ライトはフル LED の、LED のシーケンシャルになってますね。どうですかね、前のベゼルと打って変わってすごいフロントマスクから結構変わってるような感じがしますね。でこちらタイヤのホイールですね。ホイールはこういう、まあ、黒基調のものになってて、18インチのタイヤが入るようになってますね。気になる中をご紹介させていただきます。はい、中はこのような感じになってますね。今回ですね、コネクトナビ、こちらですね、ついているお車になっております。せっかくなんでエンジンかけてみましょう。はい、いかがですかね、このような感じで、ここにシートヒーターが2つついているようになるんですけれども、でこちら見ていただくと分かるように左右独立してエアコンの温度ですね、これを設定できるようになっております。携帯の充電できるものがついているのと、あとは USB がこちら2つですね、ついているようになっておりますね。で、まあ、ここにまあ、携帯置きですかね、収納できるスペースがございます。でドリンクホルダーがここにお二つ真ん中ですね。センターコンソールなんですけれども、ちょっとちっちゃめなセンターコンソールがついている。こちらのナビ、まあ、ナビ画面このような感じになってますね。まあ、でも使いやすさはかなりありますね。このままクリックしてやっていただければ全部使えるようになってますので。であとですね、皆さん覚えておいていただきたいのは、車両設定のところでこれスマートキーだったり何だったりドアの設定だったり全部できるようになってるっていうふうに、まあ、自分好みにやっていただければいいかなと思います。で今降車時オートドアロックってなってるんですけれども、これオフにすることも可能です。これがですね、降りた時に自動で鍵閉めてくれるものになっております。でこれをやっとくと、こちらですね、後ろのパワーリアゲートがあるんですけれども、これを、押した後にですね、勝手に鍵閉まってくれるようになりますので、まあ、これ設定しておくとすごい便利かなというふうに思います。前席はすごい座りやすくてね、シートもものすごいいいなとは思ったんですけれども、こちら後席ですね、よ、まあちょっとこちら下がり気味なので、ちょっと若干狭く感じるんですけれども、足元はねすごい
広々としていていいなっていうところですね。でここにポケットとここ携帯入れですかね、入れられる場所がございます。でこちらにドリンクホルダーだったりなんだったりもついてますので、後ろの人は、まあ、乗ってる分にはすごいいいかなとは思うんですけれども、1個だけ乗り降りがちょっとしづらいなっていうところですかね。ここが前席と違って出っ張ってるので、少し足に当たる可能性はあるので、まあ、お前の足が短いんだろって言われればそれまでなんですけれども、まあ、ちょっとここだけがあれかなっていうところですかね。でやっぱりここはこれは変わらずに、ここにドアハンドルがない分すごいすっきりしているようになりますね。で後ろですね、後ろはまあすっきりしていて、見た目としてもかっこいいなっていう印象ですね。で、後ろのこれがリアのパワーテールゲートですね。でこちらなんですけれども、後ろからでもですね、こちらにちょっとした物入れ入っておりますね。はい。で、こちらの横まで使えるので結構幅広く使えるなという印象を受けましたね。はい。で後ろもかなり広いんでね、いろんなもの乗せられると思いますね。で先ほどのテールゲートのパワーテールゲートのですね、ボタンが2つございます。こっちは押すと勝手に閉まってくれるようになるんですけれども、こちらですね、こちらのボタンを押していただくためには鍵外にある必要があるんですね。これ押していただいて離れるとこういうふうに勝手に閉まってくれます。で今鍵勝手に閉まったんですけれども、こちらですね、先ほどあのコネクトの方でやりました、あの降車時勝手にこう鍵閉めてくれるよっていうのを設定しているとこういうふうに鍵を閉めてくれます。ですけど最初の初期設定ではこれオフになっていますので、これを設定していただくとこういうふうに鍵閉まるんですけれども、まあ、使う方はこうやっていただければいいのかなっていうふうな印象があります。使わない方はね、あの設定しなくてもそのまま使っていただいてもいいですし、まあ、勝手にまあ鍵閉めてくれるので、まあ、使う機会の方が多いのかなというふうな印象はあるんですけれども、まあ、あの先ほどのですねところから全部設定できますので、ぜひぜひあのご活用いただければと思いますね。はい。でまあ、こっちですと押せば勝手に閉めてくれるので、まあ、こんな感じですね。で、まあ、鍵も閉まらないようになっておりますね。なので使い勝手は、まあ、どちらも使っていただければなというふうに思います。あとはこちらですね、助手席側、こちらのエアコンの吹き出し口がちょっと面白いような感じになっております。こちらとこちらで出てくる風がの、まあ、なんて言ったらいいんですかね、吹き出し口が違うんですね。でこちらでこちら側から出てくる、でこちらでこっちから出てくるっていう風に設定ができるので、まあ、自分好みに設定していただければなという風な印象になっております。助手席側も座りやすくてすごいいいなっていう感じですね。中もシンプルですごい使い勝手のいいところ、まあ、いいお車っていう感じになってますね。まあ、荷室も広いですし、まあ、いろいろ趣味にもいろいろ使えそうなお車1台になってると思います。ですけどね、まあ後ろも乗っちゃえばねいいんですけど、先ほど言ったここがまあ、どうしても僕は気になったなっていうところですかね。で、まあ、ちょっとねこちらのお車納期かかっちゃうんですけれども、ご商談等々は全然できますので、ぜひ弊社へご来店いただくか、もしくはウェブ商談でも全然お話できますので、ぜひご予約等々いただければなと思います。
今回ですね、あの人気のベゼルハイブ、あの E ハイブリッドの Z をご紹介させていただきました。まあ、あのいつものスタッフレビューはですね、あのまだお車出て間もないということなので、まあ、ちょっと今回はなしにさせていただいて、本当のご紹介、まあ、こういうお車なんですっていうのをちょっと紹介できればなと思って、今回撮らせていただきました。またですね、あのご不明点ですとか、まあ、どのくらいかかる納期どのくらいかかるのとか、そういったご質問等々にもお答えさせていただきますので、ぜひですね、あのつくば中央店とにあのお電話だったりメールだったりいただければと思います。はい、では本日もですね、あのご視聴いただきありがとうございました。またぜひですね、次の動画を見ていただければと思います。ではまた次の動画で。本日もご視聴いただきありがとうございました。